ここ最近もうカメラもレンズもまあ値下がりっていうものは諦めてるというか、期待ができないところがまあありますよね。こんばんは、ジマでございます。今日は花金ですか。金曜日の夜、皆さん1週間お仕事お疲れ様でございました。カメラとかレンズをですね、私がちょっとでも安く、賢く買いたいなと思う時にどのタイミングを狙うのか、カメラレンズを、まあ、買うべき時、買い時っていうのと、賢く買えちゃうよね、だから買っちゃおうっていうタイミングがまあいろいろありますので、こういった私なりの購入のタイミングというところをね、情報として共有しておこうと思います。今回もジマチューブスタートです。ジマチューブ、はい、改めましてジマでございます。一つ目のテーマはですね、カメラレンズをお得に買うタイミングがありますよねといったところで、今までは今までっていうか、まあ、過去3年5年ぐらい前かな、ミラーレスが登場する前後ぐらいまでは、一眼レフ時代含めてですね、私がずっとカメラとかレンズ、それこそほんま1円単位でね、安く買いたいっていうところがあったんで、学生時代だとお金ないからね、なのでカメラとかレンズっていうものは登場しましたという時に、やはりその登場時は、まあ、言ってしまうと、まあ、メーカー希望小売価格でドンとね、20万30万40万っていうところがありますが、意外とですね、数ヶ月ほど待ってると3万5万ぐらい平気で下がりおったんですよね。昔というか3年前5年前のレフ機の時代って、まあそのカメラそのものの金額が3万5万のカメラであればそんなにですけど、だいたい1割ぐらいは2、3ヶ月待ってれば結構ガゴンって下がることが多かったんですよ。一眼レフカメラとかってね、私の感覚としては。なので、まあ発売時期にまあ買うのではなくて、1ヶ月2ヶ月待ってで購入するっていうのが、まあ一眼レフのまあ買い方だったかなっていうところはあるんです。なので、発売されたカメラが1年待たずとも数ヶ月で値崩れというか値下がりするのは、まあ、珍しくはなかったと。だいたいこれぐらいに9割8割ぐらいの金額で落ち着いて、そこからまあ2年ぐらいがずっと横ばいになるんちゃうかなってのがよくある、まあ、カメラレンズに対する印象だったんですが、ちょっと状況変わってきましたよね。逆にミラーレス時代からカメラにね、興味持たれて始められてる方からすると、そんなカメラが値下がりすることなんてあんの？嘘やん。今カメラもレンズも常に低価で常に高いでっていうのが、多分ミラーレスを利用されてる方のね、印象だとは思うんですけども、ミラーレス時代はちょっと変わっちゃってますね。在庫と言いますか、まあ供給側ですよね。メーカーさん側が出してくれる数っていうのが減ってますよね。多分私らが供給側がべらぼうに増えてるっていうわけはなさそうなんですよ。確かにその市場規模っていうのが、ここ10年20年ぐらいのその各カメラメーカーさんのね、まあ、決算なんかの動きを見ていると、市場規模がどん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 小さくなっていってると。まあカメラとかレンズの新規の販売台数ってものはどんどん縮小していると。ただ、まあ、ここ 1,2 年は逆に感染症でぐっと消費が冷え込んだ手前ですね、ポンポンってちょっと市場が大きくなって、ニコンもそのなんていうの、カメラレンズに対する市場のシェア率っていうのはちょっと強気に出ているところがあるんで、まあ微増っていうところはあるんですが、まあそれも落ち着くだろうというところがありまして、かなりその供給側も減ってるし、需要が私たち側もまあ減ってはいると。まあ、目立つところで言うと、買った買ってないみたいな話があるので、 SNS 上で情報交換が盛んになっているので、頻繁にね取り合えることができているので、まあその供給側というか需要側か、買う側がかなり多いような印象はあるんですけど、まあ蓋を開けてみると、昔に比べると作る数も買う人の数も全体的にまあそのスケールダウンしていってるような、まあところがあるのかなってのは思うんです。で、一眼レフの時は結構そのまあ在庫もボーンって作ってて、結構その店頭に常に並んでるような状態で値下がりも期待できるところがあったんですが、最近は店頭にあるかないか、まあ頼んだら1週間後2週間後に届きますとか、中には3ヶ月とか、6ヶ月待ち、誰ですか ZF まだ受け取ってないの、はーい半年ぐらい待たされるものがねあったりとかするので、そういったその需要と供給の関係がね、まあ分かりやすく出ているのがミラーレス時代かなと。
で、ここ3年ぐらい、やはりその感染症のタイミングかな、 Z の7とか Z の6の時ってこんなに在庫がありませんみたいな状況ではなかったんですよね。どちらかというと価格がまあ崩れやすかったぐらい、まあ、それはニコンのミラーレス一眼のまあ人気というかシェアのところもあったんですけども、感染症のタイミング、特にまあそのMC レンズあたりぐらいからちょっとずつちょっとずつ、あれ、ニコンのレンズが供給が追いついていないような状態になってるなーってのはなんとなく感じてたんです。まあそれだけ、Z レンズというものが、まあ、注目を浴びて、予約も増えていって、まあニコンさんが作る分は、見込みの需要ですね、購入の希望される方でだいたいはけて、一番いいですよね。在庫抱えず、コストのところももう一番キワキワのとこ攻めて売り上げ最大化できるんでねっていうところがあるので、まあ上手にね、在庫管理っていうのができているんだなっていうところはあるんですけども、これが行き過ぎてしまってて、今は何かっていうと作ってくれる数に対して欲しがる人の方が増えちゃってるんですよね。なのでメーカーさん側はもう値下げをする理由がないんですよね。いやほんまはもっと作ってくれたらいいんですよ。もっと作ってくれて欲しい人にそのままバーンって渡したらいいんやけど、そうなると在庫抱えた時に値下がりしちゃうんだよね。なのでメーカーさん側もそんなに、多分ライン増やせばなんぼでも作れると思うんですけど、まあある程度作る数はギュッて絞って、在庫過多にならないように、売り上げ最大化するように、市場が縮小していくのであれば可能な限り、売り上げ最大化っていうものを狙っていくというところがあって、ギュッてね、まあ生産もそのギュッと締めてるとは思うんです。まあもしかしたらサプライチェーンの問題でほんまに厳しいかもしれないんですけど、まあでもお金さえ積めばやれんことはないと思うんでね。ただそのお金積んでしまうと、それは私ら購入者側に返ってくるので、例えばじゃあ無理やり供給増やすために無理やりライン増やして在庫過多になろうとも作りますってやったら、もしかしたらその分の投資額の分の何パーかが商品にバーンって乗っかってきて、5000円1万円2万円ぐらいが1本レンズあたりどん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 値段上がっていくと、それはそれで具合悪いじゃないですか。なので今私たちができる努力というのは、欲しいレンズは発売日に買う、もうこれが一番、カメラもねそうなんですけど、でゲットするっていうのが一番の方法かなってのは思います。もうメーカーさん側が縮小していく市場に対して最適化する、供給の数をもう算出している手前、それに対して需要が集中するのであれば、その第1次ロット第2次ロットに対してどうにかゲットするように頑張る。オークション形式やったらね、ニコンさん側が、メーカーさん側がオークション形式で、じゃあ ZF30 万からです、55万の方はいどうぞとか、50万の方はいどうぞ、30万の方お待ちくださいやったらちょっと辛いじゃないですか。なので、まあ、メーカーさんのその優しさだとは思います。値段もっと釣り上げてしまってね、需要を絞り込むってのはありやと思うんですよ。もし ZF がじゃあ80万で出てたら、多分欲しい人は買えてたはず。今回も、まあもう大体届いてるっていうね、話で、年内に届かないっていう人も、年内に届いて、年内年明けてるかちゃうわ。去年の、12月年内に届かないって言われてた人が結構届いたりもね、してるのが SNS とかの投稿でありましたので、まあ大体供給も安定してきて、今年のね、CP プラスにも新製品なのか何なのかわからないですが、新しいねものも発表できるような状況にはなってるかなって思いますので、まあそれぐらい30万っていうコストパフォーマンスの高いカメラに対して、 ZF に対して、まあ供給がかなり来ている。でもその30万が例えば60万80万であれば、おそらく供給も、いや80万は出せん、80万出せんやったら Z の9買う、フラグシップ買うってなるんで、そういった時にまあバランスが取れると。でもそれってそもそもなんか違うやんって話になりますので、やはりそのコストパフォーマンス高いよね、ニコンの ZF ええよね、欲しいよね、人気やね、欲しくても買われへんぐらい大人気らしいでっていう方が、まあ冷静な見方をすると、いや供給のラインがちゃんとできてないとか、売上見込み立ってないとか、売上を最大化させるつもりないんちゃうって切り込み方としてはきつい切り込み方もあるんですけど、まあポジティブな、浮かれたと受け取り方としては、人気すぎて買われへんっていうのがね、まあ演出できるので、まあそういったところで需要と供給はかなり、バランスを、まあ営利企業なんでね、メーカーさんも、なので最大化、売上最大化というか、まあ、無駄なその値下げをしないような戦略を取っていくのは今後もおそらく続いていくと。なので3年前5年前のような、なんて言うんですか、カメラ登場してちょっと待ってたら価格が下がるような
状況っていうのはあまり期待できない。なので、登場したタイミングで欲しいレンズは買うのが一番っていうのが、機械損失を考えるとね、その買えない期間欲しいな、買いたかったな、定価では買われへんなってのを考えてしまうぐらいであれば購入してしまった方がいいのかなってのは思います。なので企業側の利益最大化を考えていくと、おそらくこのみんなが欲しい欲しいって言ってるけど、ごめんなさいね、ちょっと待ってくださいね、予約いっぱいで大変なんですって、あの予想を上回るなんていうんですか、ご注文ご予約をいただいておりて、あの赤字の文字あるじゃないですか、あのホームページでね、製品ページで、いや予想を上回る、嘘つけと予想できてはるやろそれぐらいっていうところがあるんですけども、あのこの状況っていうのはおそらく望ましいことだと思うんで、便利な言葉ですよ、もうあの予想を上回るって言ってしまえばええんやろってところがあるので、この状況は望ましいことだと逆に営利企業としては思うと思います。それは逆に売り手側の、まあ、買い手と売り手の、まあ、いわゆる勝負なんで、なんぼ出せまんの、なんぼで出してくれまんの、勉強なんぼしてくれまんのっていうところになりますので、そこはねもう今後も続くと思いますので、メーカーさんがそう出てくるのであれば、私ら購入者側も賢く買っていかなあかんなと。なので需要側ですよね、私たち欲しがる買う側が、欲しい ZF 欲しい135プレダ欲しいとか、あと何出た、180600欲しい、600ミリ単焦点欲しい、26も出たか、去年26も出たし、 DX1228 も出たし、とにかく新しいやつが欲しい、定価で買うからっていう状況を、ニコニコしながら作るのがニコンさんの一つのね、まあ、戦略の一つなのが、供給が間に合わずっていう便利な魔法の言葉をね、まあ、継続して、もう製品新製品出るたびに供給が間に合わずという言葉が出ているぐらいなんで、供給が間に合わず、予約が上回る、供給を間に合わせるつもりあったのぐらいの感覚なので、魔法の言葉で、まあ、継続するっていうのは今後も想定されます。だってそれで実際めちゃくちゃ売り上げね、あの 最適化か最大化というよりかは最適化されているので、今後も、まあ、定期的にレンズカメラをお得に買う時期っていうのは、まあ、狙っていかなあかんなと。で、私自身はですね、キャッシュバック、今回の2つ目のテーマに持っていくんですけど、キャッシュバックってものはかなり意識しております。なのでキャッシュバック対象レンズを狙うようにしているんですね。以前まではアマゾンとかヨドバシさんなどが安かったんです。でポイントを含めると結構ね、1割2割ぐらいの値段に落ち着いて購入することができるんですけど、まあ他にもね、いろんなレンズとかカメラ取り扱ってるお店さんってあるんですが、まあ販売店さんとしてやはり信頼できるところ、ちゃんとした製品を届けてくれるか、届けるときにボコボコで箱崩れてないかとか含めてね、購入先をしっかりしたところを選ぶ必要があったんですけど、もう私はここ最近ほんま 2,3 年というか、この需要と供給の関係になってから、もうニコンダイレクトさんですね、まあ、ニコン本店さんですよね、ネットショップで買うようにしております。なぜかというと、やはりそういった需要と供給の結構厳しい状況の時に、在庫がないけどボコボコやけど定価で売ってまえって言われるよりかは、やはりちゃんと管理されているニコンダイレクトさんで直接買うように。なんでちゃんと管理するかっていうと、ニコンダイレクトさんが下手こくとニコンさんに直接クレーム来るからですよね。なのでやはりそのニコンダイレクト側はニコンさん側の、まあ、看板背負ってやってるお店なんで、量販店やったら、あ、ニコンから仕入れて適当に売ってんすよみたいな感じになっちゃうけども、適当に言うたらあかんな、仕入れて売ってるんすよ、卸しなんですよ、ただで商売でしてばみたいな形なんですが、ニコンダイレクトはそういうわけではないので、しっかり売ってると、なんかあり保証も手厚いしね。ただ割高やったんですよ今まで。市場が例えばじゃあ10万円のレンズに対して8万5000円とか9万円で売ってるところ、ニコンダイレクトさんは基本メーカー直なんで、まあ、10万円のレンズは10万円ですわっていう、ちょっと割高な印象があったんですよね。なのでキャッシュバック入れてもその辺の電気屋で買った方が安いやんみたいなね、ところがあったりするんで、まああまり選ばなかった。ただ3年ぐらいから5年ぐらい前かな、この市場価格にちょっとずつ連動するようにニコンダイレクトさんもなりつつありまして、ここ最近は基本市場価格に連動してると。ただ表現としては、例えば10万円のレンズを電気屋さんは8万5000とかに抑えてると。でニコンダイレクトさんは10万円のレンズは10万円のままなんですよ。ただ製品ページの中にだいたいクーポンコードみたいなのが入ってて、でそのクーポンコードを入れると市場価格とだいたい連動して8万5000円ぐらいになると。
で、トントンになるんであれば、キャッシュバックどっちでも受けれるんであれば、ニコンダイレクトの方が、まあ、確実かなっていうところで、私は基本もうニコンダイレクトばっかり買うようになっております。最近のカードの請求はもうニコンダイレクトっていうところがね、増えてるなっていうところがありますので、なのでそういった買い方、割高の印象はかなり薄れている印象がありますね。なのでまあ自社製品でクレームが怖くて手を抜けないはずなので、これも買い手と売り手のね一つのまあ駆け引きにはなると思いますので、まあ保証であったり対応っていうのかな、その出荷とか含めてですよね、購入後の対応を含めて様々な面ですごくねニコンダイレクトさんは価格と連動してくれる、価格市場が価格と連動してくれるのであれば購入先としてまあ積極的にねおすすめできるので、私自身はまあカメラレンズをお得に買うタイミングもあるし、キャッシュバックとかを生かすんであれば、今となってはニコンダイレクトで市場と連動している製品であればニコンダイレクトを積極的に選ぶ方がいいんじゃないのかなってのは思っているので、よくニコンダイレクトで買うようにしております。ポイントがね、ヨドバシとかアマゾンやったらね、あのそれこそなんていうの、お茶であったりとかね、お米であったりとかシャンプーであったりとかね、生活費にポイント使えるんやけど、ニコンダイレクトはそのポイントの使い道がねちょっと限られてるから、ここ最近やったらね、あのネクストレージさんの記録メディアとかが入ったから、お使えるやんってところがあったりするんですが、ポイント消費のちょっと使い道がね、あの生活雑貨に使えないんで、ニコンダイレクトに関しては。なので、まあ、次のレンズちょっと安く買うときにね、まあ、使うぐらいなんで、ここだけが気になるけど、まあそれは些細なことなのでね、その辺うまいこと購入先を選んでもらえたらなと思います。でこのチャンネルではですね、撮影に関することとかカメラに関する情報ニュースを毎週更新で投稿しております。ぜひね、あのチャンネル登録して応援してもらえると嬉しいです。無料でねポチって押してもらったら、あのチャンネル登録ルルンってベルが鳴ってね、あの3万人5万人10万人と目指しておりますので、ぜひ、チャンネル登録お願いいたします。またですね、あのオンラインコミュニティですね、カメラとか写真が、好きな方々が集まるオンラインコミュニティ、まあ、オンラインサロンといった方がイメージつきやすいかな、運営しております、例えばこういった方っていうのがね、例えばカメラ写真が好きな人がたくさん集まっているので、まあ、お写真とかを投稿されてね、素敵ですねとか、こういう撮り方いいですねとか、私だとこう撮るかなみたいな、そういった写真に対して熱く語っていく、チャンネル、場面、部屋っていうのかな、ルームがあったりとか、あとはご自身のその写真に関しての、ね、印象がいただきたいとかもありますので、まあ機材の購入検討もありますね。機材の購入検討で悩まれてる方が、私この予算でこんなん欲しいと思ってんねんけど、初めて超望遠買うんやけどどれがええやろかみたいなのをね、気軽に投稿できる非公開の、まあ、SNS グループになります。このサロンメンバーさんだけが集まっている、非公開のスラックっていう SNS がありますので、そちらで皆さんお写真投稿されたり、まあフリートークも結構最近盛んになってきました。っていうのは、まあカメラとかレンズとか写真がまあ基本共通の話題にはなるんですけど、別に人間ってカメラ写真だけちゃいますやん。旅行出かけたりとか、何か別に釣りとかキャンプとかの趣味がある中にカメラとか映像の記録に残すものがあって、ここに行ってきましたとかのフリートークのね話も結構盛り上がっておりますので、共通はカメラとレンズ、まあ写真みたいなところがあるんですが、それ以外のざっくりとしたやり取りも数多くこのコミュニティで盛り上がっておりますので、興味ある方はぜひご参加いただけたらとね。で、教えてじまさんっていう私への直接ご質問の部屋も用意しておりますので、まあコメント欄はね、この YouTube の中では拾いきるのはちょっと数がすごく多いので、それ対応しきれないところがあって、ハートマークを押すのが精一杯なところがあるんですが、コミュニティ側はね、逆に私の方に課金いただいているものになりますので、しっかりねお答えしていくところになりますので、ぜひご興味ある方はねご参加いただけたらと思います。ちょっとずつメンバーさんも増えてくれて、いろんなメンバーさんの特徴があって、野鳥を撮る方もいれば、飛行機撮る方もいれば、鉄道を撮る方もいれば、動物撮る方もいれば、家族写真楽しまれてる方もいれば、スナップ撮る方もいればというところで、どん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 ジャンルが広がっていって面白いなというところがありますと。では2つ目ですね、今回私がキャッシュバックで買った機材というところなんですが、キャッシュバックを生かすとですね、やはりまあ5000円とか1万円とかね、まあ値段が値引かれるというわけではないんです、返ってくるっていう感じです。なのでほんまのほんまを言うと、買うときにそもそも値引いてくれたらいいんですよ、5000円とか1万円ね。でもそこもやはりニコンさんは商売なんで、まあ初めは例えば10万円で売りますと、で10万円で買いましたと、でその後キャッシュバック申請したら1万円返してくれると。でこのキャッシュバック申請を締め切りを逃してしまうと、うわしもった締め切り間に合わへんかったってなると、ニコンさん10万円そのまま持っていくんですよね。
まあこれは別に2号に限った話じゃないけど、どのビジネスでもそうですよね。まあキャッシュバックっていうのはそういったもし申請忘れであったりとかが、まあ、あった時の、まあ、ラッキーパンチというところでね、購入時期にもう 10% とか1万円とか値引いてしまうと、そもそもの売り上げそのものが下がっちゃうんでね。ただみんなが安く買えるんですけど、まあどっちやろね、ビジネスファーストなのかお客様ファーストなのか、まあ間取ってうちも商売やっていかなあかんから、キャッシュバックっていう方法を取らせてもらってますねんっていうのが今の別にレンズカメラに限らず携帯電話とかも含めた、まあ、全体の世の流れなのかなっていうところがありますね。キャッシュバックもかなりね定着した印象がありますが、今回私はですね ZFC このカメラですね、 ZFC と、ニッコール Z の DX の1228ですね、このレンズになります。これですね、このパワーズームのレンズ、ニッコール Z DX1283.5 から5.6 の PZVR でございますね。あとはもう一本買ってるんですよ、キャッシュバックね、タイミング的にいいから、これです、 MC50 ですね、ニッコール Z の MC50mmF2.8 というレンズを購入しております。でキャッシュバック対象は MC50 と ZFC、 DX の1228はキャッシュバック対象外でした。でも買いました。それは冒頭お伝えした、欲しいなって買えるときに買っておこうと、機械損失があるぐらいやったら買ってしまえっていうのが、DX の1228で、もっと言うとこの DX の1228が私の中ではキャッシュバック対象になるんちゃうかなって思ってたんですよ。なので待ってたんですけど、今回のキャッシュバック入ってなかったんで、もう買った方が早いかなっていうところで買っちゃいました。でキャッシュバックになったとしても定価を考えると、おそらく1万5000とかにはならんはず、5000円が精一杯であれば、機械損失考えればもう買っちゃった方が早いかなっていうところがあります。なのでこういった形でどんどんねレンズの選択肢も増えているというところがあります。でなんて言うんですかね、そのレンズが登場した時に買うって話じゃないですか。冒頭私はカメラとかレンズは登場した時に買うのがええよって言ったんですけど、 ZFC も MC50 も DX1228 も登場時は気にはなってたんですけど、まあすぐは買わなかったんですね。いわゆる今ではないって思ってたんです、まあ購入を見送ってた製品たち。でも欲しいものリストに入れていて、いつかは買うだろうなというところがあって、で ZFC はまあ、ZF が登場したら ZF 買うやろうかなっていうので見送ってたんですけど、 ZF が届くのに半年ね、まあ、要すると。で私の場合はおそらく春先かな、桜の時期に ZF が届くか届かんかぐらいやと思いますので、この半年を ZF がない状態で過ごすもちょっと辛いなというところがありまして、まあ、ZF が届く間 ZFC っていう、まあ、こういったねクラシカルなヘリテージデザインのカメラっていうものを楽しみたいなというところで、もう ZFC 買っちゃえというところがありましたので、これもうまいですよね。ニコンさん ZF いっぱい作れば全然問題なかったけど、 ZF が供給間に合わんくて、私みたいな人が待たれへんから、じゃあ ZF 届く間 ZFC 買って使っとくみたいな、言うても10万に15万ぐらいポンって単価上がるんでねっていうところがあるので、まあ、クロスセル的なね売り方ができるので、すごくね、在庫管理ってのはほんまに大事やと思います。ただ購入している私としてはそれでニコンさんにしてやられたなんて思ってなくて、いいカメラいいレンズなんで、納得して使っておりますし、逆に ZFC でよくねと思ってしまってる自分もおるというところがありますので、かなりね、楽しんで ZFC とか MC50 とか DX1228 を使っておりますと。でひとまずまあ ZFC で楽しんではいるんですが、このねなんていうんやろね、 MC50mm はじわじわ値下げされてて、感覚的にあ今やったら安く買えるなっていうところがあって、 MC105mm は結構ね値段据え置きというか、その横ばいで高いままなんですけど、 MC50 は結構ね、まあ、市場価格がグググッと下がってるところがあって、あれ思ったより値段落ちてないっていうところがあったんです。 Z レンズの中では珍しくいいレンズなんですけどね、 MC50mm が価格がじわじわ、まあ、値下げされているところと、でキャッシュバック対象でもあるというところで、あれ1万とか2万ぐらい安くなってくんじゃねっていう風にメーカーさんの希望小売価格よりねってなると、いやまあ買い時かな、 MC50mm2.8 マイクロレンズね買えるんやったらいいかなっていうところで、まあ買っといたと。なので
必要っちゃ必要やけど、今じゃないっちゃ今じゃないんやけど、お買い得に買えるタイミングっちゃタイミングやから買っちゃったってのがこのレンズになります。でもちょいちょい使ってるんで、やっぱ MC50 じゃないと、そのまあ物撮りでグッて寄った時はね、まあ、AFS の 60mm とかのねマイクロレンズとかもあったりするけど、まあ、Z マウント直接つけれるんやったら楽っていうところもあったりするんでね、まあ、ちょいちょい物撮りで活躍してくれているような印象はありますね。で DX の1228ですね、こっちパワーズーム対応のレンズになります。でキャッシュバック対象外ですね。キャッシュバックの対象には入ってなかったんですけど、まあやはりね、その待っとく時間もリスクというかもったいないので、なんていうんですかね、あの唯一のパワーズーム対応のレンズになりますので、キャッシュバックの非対応ではありますが、まあ、機械損失をね考えると1228があればっていう、何より今のところ DX 対応レンズで一番広角 14mm の30とか 14mm の24よりも、DX で1228なんで18相当ぐらいで撮れるんやったら一番、まあ、広角かつ PZVR っていうところで、まあもう値下げ線でも買う要素がいっぱいあるんで、まあ買っちゃえと。でフードはちょっと別売りで5000円ぐらいしたのかな、そこそこの値段しましたが、そういった時にポイント使ったりとかねするんやけども、なのでこれぐらいのまあレンズであれば、まあ買っちゃう、定価でもね買っちゃうってのがいいかなってのを思いました。もうおそらくそんなに激しく供給不足になることはないとは思うんですけど、でも逆を言うと待っとってもそんなに値が下がることは期待できへんレンズでもありますので、もう先に買って選択肢としてあるというところでいろいろな場面で使って、使い倒してコストパフォーマンスを結果的にまあ高くするっていうのが硬いな、よいしょ、できたというところがありますので、まあ通常の価格で購入しましたよと。で結果的に買ってよかったって思います。あの今までのそのなんていうの DX 機を含めてレンズの選択肢が増えましたね、やはりレンズがあるっていうことで。なのでまあ1430とかでカバーできるやんって言われてしまえばカバーできるんですけど、その DX 機を含めてレンズの選択肢っていうものが、より増えたことで、より今回の撮影はこのレンズとか、この場面ではこのレンズみたいな、より撮影シーンに最適化っていうのかな、ベストマッチしたレンズっていうものをくっつけて、カメラを選んで持ち出せるような感覚になっておりますので、すごくストレスフリーというか快適に撮影が楽しめるんですよね。レンズ選びに失敗しないというところがありますので、めちゃくちゃね楽しく撮影できていると。でそのキャッシュバックに関しては、まあ別の動画でめちゃくちゃ詳しく語っておりますので、キャッシュバック始まった時にね、お伝えしているので、キャッシュバックの申請方法とかはね別動画を参考にしていただきたいんですけども、やはりその購入します、届きます、保証書とか納品書とかコピーして、なんていうの、ニコンダイレクト、ニコンさんのホームページ側にシリアル番号、シリアルナンバーの登録をねして PDF で一式書類印刷して封筒、昔のなんていうの図画工作みたいなハサミで切ってね、紙の封筒を作ってのり貼って、バーコードとかシリアルナンバーを段ボールから切り取ってね、箱から切り取ってね、あのカメラレンズの箱にボコって穴が開いた状態で、で、まあ郵送するというところなんですが、このシリアル番号の管理もね、先日のそのカメラとかレンズのまあ置き引きとかね、盗難に対してシリアル番号ってものは控えてると、何かあった時にねシリアル番号これですみたいなことが言えたりするので、まあしっかりホームページ側で管理してるのは大事かなってのは思いますので、ぜひねそういった使い方にも使ってほしいし、私自身はですね、このキャッシュバックの、書類を申請するときに必ずしているのが特定記録になります。160円180円、なんか200円弱ぐらいプラスでお金かかっちゃうんですけど、その封筒自体は今80円とか90円で送れるんですね。あのまあ言うたら定型内郵便になるのかな、80円90円ぐらいで送れるんですけど、その特定記録っていうのは、まあ、追跡番号ですわ、いわゆる追跡番号みたいなものがついて、この番号で追跡できますっていうところがつくので、それをつけて、まあ、送ってもらうと、こんなん言ったらあれやけど、郵便物って届くのが当たり前や思ったら意外と届かんのも当たり前やったりするんです。まあ郵送中にどっか別のポスト入れられたりもするし、郵送中にちょっとポンって捨てられてもおかしくない話なんで、だって後つかへんからね。あの普通の定型ないやったら、性善説で行きたいけど性悪説も考えなあかんからねっていうところがありますし、過去もそういったところで公園のゴミ箱から郵便物がバー出てきたってね、ニュースにもなってたりしますし、で
正直どうってことないね、郵送物やったら別にそりゃ残念やったなで済むんですけど、私らのやつってキャッシュバックですやん、言うたら金券みたいなもんですやん。1万円1万5千円がこのニコンさんのキャッシュバックがちゃんと通ることによって返ってくるわけでしょ。で、購入時期にキャッシュバックの金額を含めて、あ、1万5千円2万円ぐらいが返ってくるんやったらお買い得かなっていう前提で買ってるので、もうキャッシュバックを是が非でもニコンさんからギャーって奪い取らんと納得いかんのですよ。なので確実に届けたいんですよね。っていう時にやはりこの特定記録、あの配達というか郵便の窓口でこれ定型内かなんか郵便でお願いします、特定記録で追跡つけてください言うたら、なんか特定記録の判子してくれるんですよ。赤い判子ボーンって押してくれて、でなんかねバーコードみたいなのが発行されて、それ貼ってくれて、住所とかスキャンしてくれるんですよ、ちっちゃいなんかカメラみたいなんで。でそれをレシートに出してくれるんで、これをもらった方が確かに160円ぐらいもったいないじゃ、もったいないですよ、プラスオプションという形でかかるんで。でもそうすることによって確実に、届く届かへんっていうところがね、はっきりするので、で1万5千2万円とか、まあ、5千円でも大きいですよね、がしっかり確保できるんやったら私は必要経費かなって思って、特定記録というものを選んでおります。もっと言うとレターパックとかでね、遅れたら追跡番号付きで郵便窓口行かんでも家でレターパック保管しとったらね、それにポンって封筒入れて送ればもう楽なんやけどね。ただなんとなく記載内容的にレターパックとかではなくて印刷した PDF でオリオリして紙の封筒を作らなあかんのかなって、もしレターパックでキャッシュバック申請通ってる方いらっしゃったら教えてください。私も今回レターパックに変えようかなと思います。手間ですやん、窓口行くの。レターパックやったらね、もう10枚ぐらいボンってさっきこっといて、まあ、定期的に家にストック置いといてね、使ってしまえばええんやけどというところがありますので、ぜひキャッシュバック申請ね、期限は迫っているので、今回の秋のキャンペーンに関してはなので、ぜひ郵送を予定されている方はその点もね注意されて、特定記録で確実にキャッシュバックをニコンさんから奪い取るというよりかはしっかり返してもらいましょうと、返してもらうのが前提で凍ってるんですよというところをね強調しておきたいと思います。ドケチを強調すななんですけど大事ですよ。5000円節約するって大変やからね、月5000円稼ぐって大変やからね、月出ていく5000円のお金を買いんそのもぎ取るとか返してもらうってめちゃくちゃ大事やし、5000円言うたらね、それこそ家の1ヶ月のインターネット代とか5000円ぐらいちゃいますの。なのでその大事です。5000円をバカにしてはいけません。お金をバカにしちゃいけないので、ぜひね、そういった確実に、届けるように特定記録を、これ逆にニコンさんからするとやめて、そんなに念押し線取ってみんなが特定記録で届くようになるやんみたいになってしまうかもしれへんけどまあそこはね、もう長いお付き合いになりますので、カメラメーカーさんとはね、ぜひ、上手にキャッシュバックを活かしてもらって、カメラレンズをお得に買うタイミングで、買った後の、どういった処理をするのかとか、私自身が今回キャッシュバックで何を買ったのかと、で私自身がキャッシュバックで受け取る時の注意点みたいなものを共有させていただきました。このチャンネルではですね、撮影に関することをカメラに関する情報ニュースを毎週更新で投稿しております。30分ぐらいかな、いつもね動画をいただきご視聴いただき本当にありがとうございます。またオンラインコミュニティでね、カメラ写真が好きな方が集まるですね、サロンを運営しておりますので、ぜひご興味ある方はご加入いただけたらと思います。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。